ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、これからは日本どうなるの4回目ですね。いよいよ1990年のバブルの崩壊以来、まあ日本が行く先を間違ったわけですが、その革新の方に触れていきたいと思いますが、日本文化というのは非常に特殊なんですね。これは誠意を元にするとか、恩をよく感じるとかですね。言語も非常に特殊で、日本語っていうのは非常に特殊ですね。それから旧石器時代、まあ5万3000年ぐらいから始まったと思われる日本の石器時代も極めて特異であり高度でありました。まあ、DNA の最近研究が行われておりますが、それでも日本人の特殊性っていうのが非常にはっきりとしておりまして、それは石器時代がだいたい5万5000年ぐらいから1万5000年ぐらいですから、4万年間ですかね。それから縄文時代から始まって先史時代がだいたい1万5000年。それから現在の近代的国家になった日本が2000年っていうことなんですが、まあ、非常に特異な文化を築いてきた。まあ、私に言わせれば非常に優れた、世界に稀に見る立派な文化だったわけですが、その、まあ、文明って言ってもいいんですけど、この中でちょっと欠陥もあるんですね。それはですね、まあ、欠陥というかいいところというか、まあ、長所と短所をあざなえる縄のごとしですから、何とも言えないんですけども、例えば今日お話しするのは、がむしゃらに努力するんですよ。とにかく努力してくれるんです。しかし、目標はっていうと、なんかはっきりしないんですね。つまり、目標なしに頑張れる性質。これがまあ、日本人の一つの、まあ、いい性質ではあるんですね。悪い性質でもありますが、いい性質でもあるわけです。私が一度、非常にね、原子力関係の、まあ、研究をしているときにですね、まあ、研究所自体は非常に大きな研究所で、まあ、研究員は100名を超えるというですね、規模でした。それで、まあ、大掛かりに研究をやってたわけですが、私はね、途中までは確信を持って、まあ、石油がなくなるっていう NHK の報道を信じてたもんですから、まあ、それに騙されてですね、懸命にやってたんですよ。まあ、とにかく日本は石油がなかったらもう大変だと。だけども、原子力でなんとかいけるかというふうに思いましてね。まあ、一生懸命、まあ、一命を注いでたわけですが、35歳ぐらいになって、石油がなくなるってことが嘘だった。NHK がそれを知っていた。原子力はやや危ない。欠点がいっぱいある。ということをだんだん知りましてね。本当の専門家になってきたんですね。まあ、いわゆる、通常の評論だとか意見とは、全然違うレベルに、まあ、到達したわけです。それはそうですよね。まあ、10年近くも大きな舞台で研究してましたからね。まあ、その中で、まあ、考えに考えて、それで自分は疑問を持ち出したんですよ。本当に原子力をやるべきなのか。それは会社にとってやるべきなのか。その当時、会社でしたからね。で、国のお金も随分もらっておりましたから、国としてもやるべきなのか。っていうのをもう、本当に悩みましたね。まあ、いろんな方にお会いし、話をし、まあ、自分でも調べ、まあ、その当時はアメリカ、ヨーロッパにしょっちゅう行ってましたんでね、まあ、そういう方々ともお話をしてということで、まあ、疑問は少しずつ少しずつ膨れてきましたね。しかしまあ、人間っていうのは10年もものすごく一生懸命やったり、まあ、さらにいろんなしがらみがつきますよね。電力会社の人も協力してくれましたし、まあ、いい友人も原子力関係でいっぱいいましたからね。だん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 抜けられなくなってくるんですよ。だけどもやっぱり疑問でした。ところが私の研究所の研究の人はですね、一生懸命やってくれるんですよ。本当に一生懸命やってくれるんですよ。もう日夜残業もしてくれるしね、困難な課題にあったらそれをなんとか克服しようと思って、個人もグループでも頑張ってくれるんですよ。で、まあ、ある時から僕は少しずつ幹部の人にはですね、問いかけるようにしました。例えば、そういう人と一緒に外国に行ったりなんかしますとね、どうだろうかね、と飛行機の中でどうだろうかね、その、本当に我々の研究ってやるべきなんだろうか、というようなことをいろいろお話をしますとね、まあ、誰もがほとんど 100% ですね、目的はよくわからないが、頑張ってやります、という感じだったんですね。それで私は目的が不明確なのに、なんで頑張れるんだろうか。僕はそれできないんですよ。目的がはっきりしなければ、目的として自分が一生を捧げるような目標じゃないと研究にも熱が入らないんですよね。まあ、研究っていうのはこう普通の作業と違いましてね、
頭の活動なもんですから、自分がやりたくなければもうそれでアイデアも出てこないんですよ、実は。ですからそこが非常に重要なんですが、日本人の一つの特徴で、がむしゃらな努力の目標はないと、まあ、考えない、目的を考えずに、しかし日々頑張れると、まあ、今の日本のお母さんがそうだったらかわいそうですけどね。自分ががむしゃらに頑張って子供を育ってる、本当に風邪一つひいてもものすごく心配する。しかし子供大きくなって就職するときに、もう就職もできない。昔だったらルンペンとかこじきつったんですけど、そういうものしかなりようがない。もしくは中国のコンビニ行って働かなきゃなんない。そしたら絶望感に駆られるじゃないですか。それはですね、政治においても同じで、この30年間そうだったんですね。政治っていうのはまず構想がいるんですね。その前に思想がいるんですね。日本文明、日本人っていうのがどういう生活を送るべきか、人間は何が幸福なのかっていう思想がまずあって、それに基づいて構想があるわけですね。この30年間高度成長である程度家電製品も持てるし、車も買えようと思ったらボロい車は買えるようになったが、今後の30年間日本の政治はどうするべきか、経済どうするべきか、社会をどうするべきかという構想があって、まあ、パラダイムって英語で言う時もあるんですけども、私はその方がちょっと合ってるような気はしますが、英語で話しますとね、やはり日本人は概略しかわかんないし、相互に意思がきちっと通じないもんですから、できるだけ少し不適切な日本語でも日本語使います。それから構想があって、どういうふうに日本を30年間持っていくのかっていうことがまずありますね。ここまでは手段じゃないですね。それから戦略があります。そういう目標を到達するためには、対アメリカ政策、対中国政策、経済の基本的なやり方、教育の方法、科学技術を盛んにするべきかどうか、するならこういう方法っていうのが定まりますね。これが戦略です。それから戦術、具体的にそれじゃあですね、対中国政策において軍備が必要であるということになれば、戦略的に必要となれば、海軍を増やすのか、オスプレイみたいなヘリコプターがいるのかという具体的な核を持つべきかありますね。科学技術ったら、科学技術のはどこのところを強化していくべきなのか、ノーベル賞ったらいいのか、それとも平均的な力を上げるべきか、地方の大学の力を上げるのか、企業の研究能力を上げるのか、こうなりますね。これが戦術ですね。それから政策があります。具体的にそれではこういうところに補助金出そうかとかね、橋を少し作っていかなきゃいけないかとかですね、こういう政策がありまして、まあ保育所を作んなきゃいけないか、これはみんな政策ですね。これにどのくらいの金を使うかってことになりますが、現在は皆さんもご存知の通り、国会は政策も議論しないんですよ。岸田さんのあまり悪口言いたくありませんが、岸田さんから思想も感じられないし、構想についての演説もない、戦略の演説もない、戦術は一部あるかないかぐらい、それで対策は全部あって、むしろ政策というか対策があるっていう感じですね。これがやっぱり、今の自由民主党ばかりでなくね、企業もそうですし、まあマスコミなんかがそれの極端な例ですね。まあその日本人の悪さを極端に拡大するとマスコミになるっていう、そういうことですね。まあ今で言えば、それはまあ昔はね、バブル崩壊の後の戦略、構想、思想、構想の問題なんですが、今で言えば少子高齢化ですよ。子供の数が80万人を減ったと、になったということで、もう専門家はですね、口を揃えてもう異常事態だ、異常事態だって言っておりまして、それで、岸田さんは、なんか子供を産むときに、足しになるような金を出すとこう言ってるわけですね。しかし、日本は今1億2000万なんですよ。まあ、もうちょっとありますけどね、1億2000万。それで、それは、こういうピラミッド型で、だんだん死んでいく時代でした。今はもう箱型になりましてね、長家。生まれた人がそのまま、100歳とは言わないけど、90歳ぐらいまで持ち上がっていく。そうすると、その思想っていうのはですね、どういうのかっていうと、いや、まあ、日本はちょっと多すぎる。多すぎるっていうのは、例えば、ヨーロッパ諸国のまあまあ豊かな生活のところは、荷重面積あたり、国土面積ですね。まあ、住めないようなところは計算に入れませんから。荷重面積あたり、荷重が可能な、住むのが可能な面積あたり、だいたい日本の6分の1ぐらいですね。ですから、まあ日本の人口で直せば、2000万人ぐらいが適切だってことになります。
が皆さんがいい国だ、いい国だっていうフィンランドはですね、550万ですから、日本の10分の1以下っていうことですね。そうすると目標はどのくらいかったら、まあとりあえずそんなに極端なこと言わなければ半分。6000万人ぐらいまでは下げなきゃいけない。ということになりますとね、100歳まで生きるとすると、1年に60万人の出生があるっていうのが目標になります。だから、目標に到達しようとしてるのに、80万人で異常事態だっていうわけですね。じゃあ、あなたはどうすんのと。みんなが長寿の方がいいですよね。みんなが長寿の方がいいってことは、90、100まで元気で、こう、長方形の人口分布で行った方がいいですよね。いい、それがいいですよって言いますよ。あなたも長生きしたいですかってしたい。元気がいいですかそうだ。言いますね。で、人口はどのくらいがいいんですか、ヨーロッパぐらいがいいんじゃないですかそうだ。そうすると2000万ですね。フィンランドはどうですか、ああ、いいですね。いや、日本の20分の1ですよ。まあ、こうなるわけですね。だから全部がバラバラなんです。要するに思想、構想、戦略がないから、そこがないもんですから、ただ少子高齢化はいけないことだ、少子高齢化はいけないことだと言ってるんです。まあ、少子化はいけないことだ、まだいいですよ。高齢化はね、自分自身は長生きで元気でいたいって言ってるのに、人は死んでくれってことですからね。ちょっと問題がありますよね。まあこれが、実は1990年から2020年までの日本の停滞になり、これからも必ず停滞しそうだというのは、2020年から2050年の30年間も停滞しそうだっていうのは、この日本人の根本的な、まあ、いいか悪いか知らないけど、性格によるんだろうと思います。